はい。チュー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 みんなのお薬、橋野聡太でござソーローシャキンシキン。はい。ケフは、ちょっと、真面目な話をしたいと思います。はい。前回の動画がね、ちょっと、雑学のくったらねえ動画だったからね。ケフは ちょっと真面目な話、うん。いきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。はい。で、何の真面目な話かと言いますと、はい。えー、法律についてですね。えー、まあ世界の法律については、僕は詳しくないので、よくわかんないんですけれども、日本の法律ってすっげーおかしいと思うんだよね。うん。 だから、もし俺が総理大臣になったらね、法律はね、もうね、変えてやろうと思ってますよ。ま <laughs> あ総理大臣になることは100%ないけどね。1億ないけどね。だって、星野聡太ロックスターですから。はい。ほほほほ。まあ、そんな冗談を置いといて。はい。真面目な話だからね。もう、そんな冗談を置いといてね。 早速本題に行きたいと思います。だってさ、まず、俺が一番許せない法律。第一位。あのね、日本において、動物さんっていうのは、物扱いなんですよ。皆さん、知ってましたかうん。だから、えー、例えば、えー、ワンコとかニャンコ飼ってる方いらっしゃいますうん。大事な大事な家族じゃないですか。 わんことかにゃんことかさ、えー、もう俺飼ってるって表現自体があんま好きじゃないんだよね、うん、家族だから、うん、だから、ね、あのお家ちでわんことかにゃんことか育ててる、えー、方いらっしゃると思いますよねで大事な家族じゃないですかでもそれをね誰かの赤の他人もしくは ねえまあ誰でもいいんですけど若ん他人でも知り合いでもまあ誰でもいいんですけれどもその人に自分の家族ワンコニャンコね殺されちゃったとするじゃないこれどういう罪になるかご存知ですか器物破損なんですよ器物破損ですよワンコニャンコ殺されたらこれ許すまじきですよね もう僕はこの法律は絶対改正すべきだと思うんですよ。どう思いますかどう思いますかはい。さらにですね、えー、おかしな法律っていうのがあってですね。例えば、えー、麻薬ってさ、使用しちゃダメじゃない使用したら捕まえちゃいますよね。これは犯罪ですよね。うん。だけど、免許を持てたら、使っていいの。 どういうことかと言いますと、例えば、お医者さん。うん。お医者さんで、えー、患者さんで末期がんの患者さんがいました。えー、それで、まあ、地獄の苦しみを味わってますと。そうなったら、まあ、モルヒネとかを処方できるわけでございますよ。うん。もう、なんかちょっと、ねえ、まあ、理解はできるけど、なんかおかしいよね。これも。うん。 で、あと、なんだろうな、法律に入ってないけれども、なんかこう、モラル的なものっていうのが、日本にはあるじゃない。うん。で、それも、なんか、法律として定めた方がいいんじゃないかなとかいうのもさ、あると思うんだよね。うん。 曖昧なんだよ。法律ってすっごいまあ、どういうことかと言いますと、例え分かりやすい例えを出しますよ。ようん、あの例えば老人の方、ご年配の方っていうのは、まあ大事にしなきゃいけないっていうさ。あの暗黙のルールがあるじゃないね。例えばね、あのおばあちゃんとかが重い荷物持ってたらそれをね。持ってあげたりとかあと。 なんつのおもう足腰の弱いおじいちゃんおばあちゃんがいたらその電車とかであのー、席を譲ってあげるとかっていうのはまあ普通の行為でしょ普通にするべきことじゃない人としてだけどこれって別に法律として定められてないわけさうんだからうーんそうねえ 動物が器物破損とか、そんな法律があるぐらいだったら、おじいちゃんおばあちゃんはいたわりましょうって法律があった方がまだいいんじゃねえかなって俺は思うんだよね。法律って曖昧だなって思う昨今でございました。はい。はい、真面目な話終わり <laughs>。まだね、あのー、俺そこまで法律に詳しくないから多分ね、調べたらもっともっとおかしな法律っていっぱいあると思うんだよ。 からそれ、えー、勉強したらまたね皆様にちょっとこう意見お伺いしたいと思いますので是非聞いてやってそして、えー、コメントでもメッセージでもおくなましいはいということで法律の真面目なお話でございましたじゃあ一緒に転がってください